はい、どうもこんにちは、フラッチャンです。はい、じゃあ今日はね、お魚コイン集めを解説したいと思います。どうやるかっていうとね、ちょっとこれを見てほしいんだけど、はい、お魚で、これだね。スイカ見てください。これスイカね、キングサイズ、交換枚数見て37,125 コインってね、ちょっと頭のおかしいような数字が出てると思うんだけど、もうとにかくもうこんな交換できるのがスイカ、これやばいでしょ本当に。だってね、これ星ザメのキングサイズ見て7,063だよね。だいたいこんなもんなのにスイカその何倍ですか、もうやばいでしょ。かなりの倍率が上がってます。他にもね、こうキングサイズじゃなくてもちょっといろんなタイプのスイカ釣ったんだけど、 39.9、これ結構小さい。で7125で9125で63センチで、どんどんサイズが上がるたびにね、ビッグサイズ、キングサイズだと跳ね上がるって感じ。とにかくかなりもらえます、このスイカっていうのは。はい、じゃあどこでね、釣れるか、その辺も解説していきたいと思うんだけど、まず釣竿は、はい、丈夫な釣竿をレンドアで購入してください。はい、じゃあこちらのね、南側の道具屋さんで買えるんで、こちらの丈夫な釣竿、干しなしをですね、何本だろう、やりたい数だけだね。今回はとりあえず60回分買います。はい、じゃあ次ね、ルアーなんだけど、ルアーもね結構安くていい。もうスイカっていうのはね、3分の1ぐらいでカウンターっていうか攻撃してくるんだけど、そんな攻撃もね4から9ぐらい減るだけなんで、そんなに痛くないし、ほとんどスイカ様子見してくるんで、そんないいもの使わなくてもいい。他の魚は全部見逃す前提なんで、はい、じゃあルアーの星1か星2だね。星1が32,000。こっちが39,000か。もしくはね、ちょっと今日は値段が張ってるから、天使のルアー、星1、46,000。星なしでもいいか。45,000。星1の方がいいか。ちょっと値段あれだけど46,000ね。これはもう好きな方を選んでください。レベル低い人は天使のルアーの方がいいかなって感じで、あとはこんな感じだね。その時によって安い方、コスパの良さそうな方を選んでください。じゃあ次、釣り場紹介です。バシックバンリーのとこに来てください。新レンダーシアの、これだね、これ真の、ここの商店に飛んでくださいね。はい、じゃあ到着しましたら、はい、ちょっと地図見てもらって、南西の方角に向いてですね、竜笛を使ってください。じゃあ飛竜に乗ったら、すぐ目の前に見えると思います。はい、あそこのね、小さい島ね、謎の島ってとこなんだけど、これはね、バージョン 3.3 か4ぐらいまでいかないとできません、来れません、ここに。これちょっとネタバレしちゃうと、ブオーンの腹なんだよね。これを出現させるまで頑張ってください。釣り場はここです。はい、そうしましたら、とりあえずね、釣れるまで頑張りましょうか。はい、じゃあしっかり装備して、じゃあ見てくださいね。これスイカがレア度星5、星ザメが4、星ザメ以下はどうでもいい、星ザメ未満というか、星ザメから下はどうでもいいんで、スイカ狙いです。でもスイカはね、本当に分かりやすい。とにかくね、とりあえずスイカが出るとこまで飛ばしますね。はい、じゃあこちらがね、スイカです。だいたい10回ぐらい今諦めた。そしたらスイカね、これ分かるでしょ、他の魚のシルエットと違ってハテナになるんで、これ大変分かりやすい。あとはね、逃がさないように気をつけながら戦ってください。食いつき度はね、9以上をキープするといいです。12以上だ。結構どんぐらい減るかよく分かってない俺も。何回か釣ったけど9以上引かれた試しがなかったんで、今9って言っちゃったんだけど、今現状ね12やられたんで、12以上をキープしながら、こんな感じにとりあえず引き寄せていくだけ。もう本当にね、油断してると何回もスイカが流されて
食いつきとかどんどん減らされたりするんで、まあ、そこはちょっとね注意していった方がいいです。あとは天使のルアーなんでね、1回は大丈夫、保険も効いてるんで、やっぱ天使のルアーがおすすめかな。はい、じゃあスイカゲットです。はい、 44.8、 だいたい9000コインぐらいか。まあ、こんな感じにとにかく、はい、こう釣っては引っ掛けては諦める、それの繰り返し。それでね、まあ、大体60回50回もやれば何個だろう、 2,3 個は手に入るんで、うん、多分ね、俺の経験上そんな確率です。ちょっとまだ確率は分かってないけど、まあ、こんな感じに本当に低レベルからでも、低レベルの人はちょっといい釣り竿を使ってねやってくださいね。はい、じゃあ、はい、ということでね、はい、50回釣り終わりました。あ、ちょっとそう、50回です。ちょっとこれ、10回余っちゃったけどね、天使のルアーの方が先に壊れてしまったので、まあ合計50回釣った結果なんですが、はい、魚見ると、ちょっとね、どの種類釣ったか忘れた。ただ最初4つ持ってたんで、合計釣ったスイカっていうのは、1,2,3,4、ここからだ、1,2,3,4、5個。50回で5個釣れました。まあ、だからまあ今回の確率的に見たら10分の1だね。10分の1で釣れます。まあ、もっと低いかもしれない。ちょっと10分の1はねどうなんだろう多いのかな少ないのか分かんないけど、まあ、今回はとにかく10分の1の確率で釣れました。そのうちのビッグサイズは1個ありました。はい、じゃあということでね、ちょっと鑑定しましょうか。はい、じゃあそれでは、選んで渡そうね。ちょっとすいません、どれちょっと釣ったか覚えてないんだけど、多分この44、51、51とあと63とか釣ったよね多分。であとビッグサイズなんで30分で61,250コイン今回は稼げました。時給換算するとまあ約12万コインぐらいだね。かなり稼げるでしょこのスイカコイン金策。8月2日からこのあると思うんで、いろいろ期間限定交換やみたいな、それまでにねさっさと貯めて、でその日に全部交換してしまいましょう。はい、じゃあ8月2日までに頑張ってコインをいっぱい貯めていってください。じゃあフラチャンネルからの、コインお魚コイン稼ぎ金策でした。チャンネル登録もよろしくお願いします。